ギャライト特別賞をはじめとし、数々のコンテストでも好成績を残すこの岡田、知ってる人は知っている竹藤の CM ダンサーであり、アーティストとの共演、そしてツアーダンサー、振り付けもこなすこの岡田、ジャジー、セクシー、クレイジー、紹介いたしましょう、チャンポー。一番緊張するんです。何回かね、ラナが来
来てもらってるのか分かると思うんですけどね、地味に僕汗かくんですよ、この緊張の瞬間で、はい、でしかも結構照りが強いんで、なかなか反射してるとかしてると思うんで、ちょっと前の人がよく見ないでくださいね、ちょっと恥ずかしいんで、すいません、お願いします。さあ、ということでね、お待たせいたしました、結果発表でございます。さあ、今、私の手元にはですね、結果がもう届いておりまして、ちょっと緊張が一瞬なんですけど、見させていただきますね。はい、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 一人でニヤニヤしてますけども、発表していきたいと思います。その前に本日ジャッジしていただいた、5名の審査員の方々をお呼びしたいと思いますので、大きな拍手でお出迎えください。はるさん、ベニータさん、ご移動お願いいたします。まずは審査員特別賞、こちらを5チーム発表していきます。こちらですね、今紹介させていただいたジャッジの方々の順番で、読んでいきたいと思います。まず最初は春山賞ですね。はい、いきたいと思います。審査員特別賞春山賞、こちらのチーム、審査員特別賞メデューサ三賞でございます。このチーム、クレッシェンド、おめでとうございます。メデューサさんの目に留まりましたのはクレッシェンド、おめでとうございます。あ、ちょっと立ち位置おめでとうございます、おめでとうございます。はい、そしてこちら少女の人数が送られます。はい、おめでとうございます。お客さんの方を向いていただいて、はい、審査員特別賞でございます。素晴らしい優勝でございます。皆さん大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。続いて審査員特別賞パオさん賞でございます。発表しましょう。このチーム、チャコさん賞でございます。発表します。このチーム、ソフィアデイグヨー、トゥーヤートゥーヤー、おめでとう、お願いしてください。トゥーヤのミュージックでお願いします。さあ、プレゼントでございます。ポーズですよ、おめでとう。そして少女、ありがとうございます。バチバチステージに一礼してください。おめでとうございます。審査員特別賞、最後は達夫さん賞でございます。
発表します。このチーム、主催者特別賞、こちらは主催者を代表いたしまして長谷さんから贈られます。長谷さんいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。プレゼンターは長谷さんでございます。それでは発表させていただきます。主催者特別賞はこのチーム、インシェンカー、おめでとう。上がってください。はい、上がってきて、はい、では加瀬さんの方を向いていただいて、はい、ではプレゼントでございます。ボードです。おめでとう。そして賞状が2通分送られます。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。さあ、じゃあ、お客さんの方も、向いていただいて、もらったものが見えるように整列してください。それでは一礼お願いします。おめでとう。拍手。ということで、ここからは、順位から、優勝まで発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではいきましょう。まず最初は第10位の発表です。第10位はこのチーム、それでは行きたいと思います。続いては第9位の発表です。参りましょう。第9位はこのチーム、ブラックパール。上がってください。おめでとう。ビジュアルはね、もう控えしちゃったね。おめでとうございます。第9位でございます。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。はい、それではお客さんの方を向いていただいて、もらったものを見えるようにして、はい、1名おめでとう、拍手。個人的にすごいブラックパール今日めっちゃ見入っちゃったわ。かっこよかったよ。かっこよかったです。さあ、それではいきたいと思います。続いては第8位の発表になります。第8位はこのチーム、メイタルドスケ。おめでとう、拍手。ね、コミカルな作品でしっかり優勝してくる、あいつらただものじゃないですね。あ、来た来た来た、おめでとう、拍手。はい、
リコさんで、はい、ありがとうございます。ね、ダブル受賞で覚えなくて、今日はいい夢見てくださいということで、大きな拍手お願いします。となります。参りましょう。第7位はこのチーム、セブンアビリューミッドタウン。拍手。もっといいよね。あ、いいよ、みんな並んでください。はい、じゃあ弟子の方々の方向いて並んでください。 OKOK。 あ、いいよ、いいよ、いいですよ、いいよ、いいですよ、いいよ。はい、ではボードのプレゼントです。誰もらう、誰もらう。そして賞状でございます。ちゃんと人数分ありますからね。はい、はい、おめでとう。はい、しっかり受け取ってね。はい、おめでとう。ありがとう。ありがとう、多いな。はい、じゃあ僕のところ見えるんですね。はい、お待ちください。もう負けた、もう負けた。緊張した、最後緊張した。でも、ね、めちゃめちゃ盛り上げてたから、うん、すごいいいパフォーマンスでした。皆さんお手拍子お願いします。おめでとうございます。はいはい、セブンスアベニューミッドタウン。おめでとう。 OK。 さあ、それでは続いて第6位でございます。参りましょう。第6位はこのチーム、未来から来たのか分からなかったんだけども、現代っ子が手に入って大丈夫ですね。はい、いや素晴らしいショーケースでした。しっかり役に入ってパフォーマンスしていただきました。おめでとうございます。お客手はい、ストレッチャー、はい、お気に入りでございました。さあ、ちょっとだけ詰めましょうか。もうちょっと詰められる。ごめんね、ちょっと結構キツキツだと思うんですけども、すいませんね。お願いします。はい、うんうんうん、ごめんね、後ろ何座あるから気をつけてね。さあ、続いてですね、第5位の発表になります。参りましょう。第5位はこのチーム、
てが第4位の発表となります。参ります。第4位はこのチーム、あと3つですよ。あと3つ発表させていただきたいと思います。続いては第3位の発表になります。ダラップダンスコンテスト2018ファイナル第3位はこのチーム、リバウル。しっかり見えるようにお願いいたします。さあ、いろんなことをね思っているとは思いますが、ファイナルでの大会の第3位でございます。これは紛れもなく素晴らしい成績です。今の気持ち何でもいいので皆様一言ずつお伺いしてもよろしいでしょうか。まめが聞いていいからねはい、じゃあお願いします。60チームぐらいいる中で3位は嬉しいことですありがとうございます。いいのだ、いいのだ、シンプルだね、シンプルだね、ありがとうございます。ちょっと悔しいんですけど、ファイナルで、すごいファイナリングで入賞できて嬉しいです。ありがとうございました。素晴らしいですよ、ありがとうございます。嬉しいです。本当かい？まあ、いろいろあるけどね、嬉しいよね、嬉しいよね。 OK、ありがとうございます。さあ、さあお前顔見したくない？いい、いける、いける。大丈夫、今の気持ちお願いします。悔しいです。もう悔しい、悔しい。もうみんな嬉しいって言った中でもね、代表して悔しいって言ってくれました。でも次があるんで、また年末、年明けか、次の年明けにあるんで期待してていいですか。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第3位リバウル、おめでとう。さあ、ということで結果が続々と出ておりますが、続いては第2位の準優勝の発表でございます。ランナップダンスコンテスト2018ファイナル準優勝はこのチーム、はい、じゃあ
頭が見えるように並んでください。いいね、気持ちが前面に出たいい笑顔でございます。準優勝おめでとうございますね。今の気持ち聞いていいかな、ちゃんと全員言える、うん、会場中の人に聞こえるように大きな声でお願いします。今日は本当は5人だったけど泣いちゃってるね。いいよいいよいいよ、4人で出て、でも準優勝を取れてとても嬉しいです。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。今日はバリもテンション上げてやって、もう準優勝取れてよかったんですけど、まあ、1人お休みで、まあ、その1人の部分も楽しく、あ今もう1人分の症状が来たよ。その子も楽しく踊れた、うん、じゃあ会ったら何て言ってあげたいですか。その率直にね、その子にもちゃんと報告してあげてほしいんですけど、ちゃんとね、今日の感想とか全部教えてあげて。お願いします。はい、じゃあ続くよ。素晴らしいです、ありがとうございます。こちらこそ、はい、じゃあお願いします。次のね、2019のファイナルもシードがあります。なのでぜひレベルを高めてまた会える日を楽しみにしておりますので、心からエールを送ってあげてください。お気に入りそして準優勝を叩いてあげてください。おめでとうございます。準優勝を叩いての魅力をおめでとうございます。さあ出てまいりました、金ピカのでっかいトロフィー。はい、こちらを一体誰が手にするのか、緊張の瞬間、うわ、ボードもでかいっすね。さあ、これを一体誰がもらって帰るんでしょうか。発表させていただきたいと思います。最後の椅子は優勝のみでございます。ランアップダンスコンテスト2018シーズンのファイナル、チャンピオンはこのチーム。皆様、皆様2019のファイナリストシード権獲得、賞金6万円持ちきれないね。いやーね、俺ら長い付き合いなのかずっと見てたよ、ね、2人のことはね、ちょっとね、うん、俺までじっと来ちゃうからね。はい、まずはですね、ちょっとシンプルに年間のグランドチャンピオンが決まりました。大きな拍手をお願いします。時間もあるんだけど、ちょっとだけ長めにちょっと聞きたいこともあるので、ランアップで続けて何年くらい覚えてる？2年くらい。そうだよね。それでずっとね、入賞を重ねてって、まあ、優勝ができなかったり、あとは違う賞だったりとかで、いろんなね、思いをしてきた中で、今回ファイナルに行けるっていうことでね、その時もすごい気持ちを伝えてもらったんだけど、しっかり、有言実行だとね、優勝したね。はい。今の気持ち。というか、思ったんですけど、彼女たちが、優勝して、見てる人たちも、すごい一緒に喜んでくれる人多いっぽいですね。いや、本当に素晴らしいですよ。ね、今の気持ち、何でもいいです。聞かせてください。このネタの踊り始めがランアップ で踊りを今日で踊り納めなんですけど、 ここでまさか優勝できると思ってなくて、踊り納めが優勝でとても嬉しいです。ありがとうございました。素晴らしい、優勝とか全部優勝じゃないですか、ね、ランドチャンピオンですか。ありがとうございます。今日、ファイナルで60チームぐらいいて、レベルの高い中優
賞を取ることができて嬉しいです。ありがとうございました。すごいですよ。もうずっとね、僕もあの見てたってさっきも言ったんですけども、本当に積み重ねはね、しっかり結果として結ぶんだなということをね、証明してくれました。彼女たちに大きな拍手を送ってください。OK。 ではしっかり煽らせていただきますので、会場中全員で心から大きな拍手をお願いいたします。グランド